皆さんこんばんは、 MK です。 MK の海でマイクラ、今回は木造のスケルトントラップを作っていきたいと思います。そう、少し前にエンチャントダイヤ師匠のお家を作って、これからガンガンエンチャントしていくぞと言っていたんですが、経験値が全然足りないということに気づいてしまったんですよね。ということで、何かしらのスポナートラップを作りたいということで、前々回の動画でスポナーを探したら、運よくこちらスケルトントラップ見つけることができました。そして前回の動画ではトラップに使う狼も2匹捕まえたということで、今回はいよいよ木造のスケルトントラップを建築開始していきたいと思います。スケルトントラップはわかるけど、木造ってどういうことと思っている方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあそのあたりもおいおい説明していきたいと思います。まずはじゃあ材料、こちら実況外で集めておきましたので、一旦インベントリに入れていきましょう。メインになるのはこちら樫の木材と、あとは、実況外で集めておきましたこちら着色ガラス、まああのあれですね、遮光ガラスですね。そしてあとは頭皮の木材と、まあバケツとかこちらホッパーとかなんですけど、まあこのあたりは後ででいいですので、まずはこちらを手持ちに入れて作業を開始していきましょう。まずは基本ですね、スポナーの横1、2、3、4、そしてこっち側も1、2、3、4で、反対側も1、2、3、4と、掘りまして、今度は上1、2、3マスだから、あ、上はちょうどいいですね。で、下も1、2の3マス、この部分を全部空間にしないといけないので、ひたすらツルハシで掘っていきましょう。耐久力足りるかな。そしてゾンビの声が聞こえるねこれさ、クリーパーとか来ないようにマジで気をつけましょうね。周りは木潰しする？いや、クリーパーいるな。いや、大丈夫でしょ大丈夫だと信じて、ちょっとこのまま作業は続行したいと思います。よーし、じゃあちょっと時間はかかりますが、このあたりガーッと掘っていきましょう。そして掘りながら一つよろしいでしょうか。 MK のゲーム実況チャンネル、なんとつい先日チャンネル登録者数32万人を突破しました。いつも応援してくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。まだまだ MK の海でマインクラフトも MK のゲーム実況チャンネルも頑張っていきますので、チャンネル登録をしていないというそこのあなた、そこのあなた、まだチャンネル登録していませんね。ぜひこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いします。登録したらコメント欄にチャンネル登録したよと書いていってください。そうすれば私個別で返信していきますので。そういえば MK さんのチャンネルたまに見てるけど、チャンネル登録はしてないんだよなというそこのあなた、なんなら毎日見てるけどチャンネル登録はしてないんだよなというそこのあなたも、ぜひこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、じゃあこの辺ガンガン掘っていきましょうか。結構頑張んないといけないぞ。ツルハシの耐久足りるかな。はい、ということで、掘ってたら見てこれ、ダイヤモンドを発見しました。すごくないどんだけ運がいいんだという感じなんですけど、しかもこれ、おーっと、結構あるぞ。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、まず1個、おーっと、2個3個、4、5、6、やばくない？ダイヤモンド6個、なんかスポナー下でゲットできました。こういう回ではないんですけど、まあ、もらえるものはもらっておきましょう。ということで、一旦じゃあ、このあたり全部預けまして、ここまで全部掘れました。一応確認しますよ。ここ下が1、1、2、3マスで合ってますね。で、上も1、2、3マス。で、横がこっから、真ん中から1、2、3、4。で、こっち側も1、2、3、4、こっち側も1、2、3、4で、こっちはまあいっぱい空いてますと。よし、これでとりあえず空間掘りは終わりかと思いきや、そう、今回は木造のスケルトントラップにしますので、もう1列全部掘っていきましょう。で、そこをね、こちら樫の木材で置き換えるようなイメージでございます。まあだから、ここが樫の木材になって、横で言うから1、2、3、4、ここまでだな。ここまで樫の木材になりますと。よーし、じゃあもう一列全部掘っていきます。
はい、これで掘り終わりました。めちゃくちゃ時間かかったぞ。そしてさ、周りさすがに暗いわ。さっきからゾンビとかが来たりしてるんで、ちょっとこれ最低限だけ湧き潰しやっぱやりますね。めんどくさいからって言ってここサボってて、クリーパーが来てクリーパーの爆発でスポナーが壊れたらもう全部が水の泡ですから。っていうかさ、スポナーってさ、クリーパーの爆破で壊れるっけか。若干そこ MK さんの記憶怪しいけど、どうだったっけ。あら、もう毒食らうし待って、これ大丈夫だよね。さすがに一応リスポン位置は設定しといてからいろいろ動き回りましょうか。こっち側から来るってことはさすがにないと思うけど、念のためね、ちょっとだけ湧き潰しはしておきましょう。クリーパーいたね。怖いね。ちょっと待って、大丈夫だよな。これさ、最後のさ 0.5 まで行ってさ、そこで何雲とかにポンってやられたら終わるんだが、大丈夫だよね。さすがに、ちょっとお願いお願い、耐えて、あと何秒、これちょあと3秒、はい、あと3秒、頑張って耐えて。オッケー、ほんと怖いわ。そしたら今度はこの下、まずは木材で埋めていきましょう。まだ体力2だからね体力2だからさ、これあんまり変なことできないぞ。今ちょっとでも高いとこから落ちたらほんとやられるからな。そしたら頭皮の木材で埋めていく。そう、木造でね、今回はスケルトントラップ作っていきますからね。で、個数としては9だったら正しいのか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ちょ、待って、合ってる。だってこっち側壁になるんだもんね。あー、合ってた。あぶねえ。MK さんなんか計算間違いしたと思った。そうだよね。ここが1個壁になるから、さっきのとこは10で合ってると。よーし、じゃあこっち側と、あとはこっちもだな。パーッと置きまして、はい。で、上もだな。あ、届かない。ギリギリ。あ、届かない。ギリギリ届く？ギリギリ届くけど、この置き方はちょっとあれですよね。で、ここも壁になりますと。よーし、じゃあここ、今度は全部、樫の木材で埋めていきましょう。これもまた時間かかるぞ。待って、なんかスライム湧いたんだけど、どういうこと？ここスライムチャンクなの？ちょっと待って。スライムチャンクの近くにスポナーあっても大丈夫？これなんか、スライム混ざったりしないよね？スケルトンスポナーに。ちょっとそこ心配なんですけど、まあ、多分大丈夫でしょう。めちゃくちゃでかいスライム湧いたじゃん。スライムって明るさ関係ないの？なんか今、ここで湧いたような気がするんだけど。明るさ関係ないんだっけ？暗いとこでしか湧かない。って思って、あ、でもそうでもないんだっけか。ちょっと記憶曖昧ですね。と言ってる間に、あと上だけになりました。ここじゃあさ、もうこうやって足場を作っちゃって、パーッと埋めていきましょう。なんか地下の中にこうやって木材があるとさ、廃校のイメージあるけど、こんな、なんか面みたいになってると若干違和感ですよね。でもなんか暗い洞窟がちょっとだけこう温かみがあるね。明るくなった印象は受けるんじゃないでしょうか。じゃあこっち側まずは全部木材置きまして、で最後ちょっと、間違って置いちゃったけど、マス数が合ってるか確認しましょう。合ってなかったら効率がガクンと落ちちゃいますからね。でここを掘りまして、で、こっち側、最後置いていきましょう。MK さんが今立ってるところの真上、ここまでか。はい、真上っていうか、真上の一個奥、ここまでですね。はい、じゃあ、ここまでを樫の木材で埋めていきますと、OK！ はい、これでとりあえず、周りっていうか、壁の部分は出来上がりました。念のため、ちょっと、何かを置いて確認しましょう。頭皮の木材にしようかな。じゃあ、ここが下、1、2の、3、はい、合ってますね。で、横、1、2、3、4、合ってますと。で、奥、1、2、3、4、合ってますね。で、こっち側も、1、2、3、4、合ってます。で、ちょっと待って、これ以上、あと、松明壊すと多分湧くんで、こっから、1、2、3、合ってますね。で、1、2、3、3、4。で、こっち側の壁も、合ってると。よし、オッケーこれで、とりあえず、木の壁までは出来上がりました。そしたらここからはスケルトンをどうやって運んでいくかのところを作っていきましょう。ちょっと日本語おかしかったね、湧いたスケルトンを一箇所に集めるような機構をね、作っていきたいと思います。ということで、もちろん使うのはまあトラップではおなじみの、はい、こちら水でございます。2杯あれば無限に増やせますので、これを使ってやっていきましょう。ちょっと待って、松明立てよ。マジ危ねえから、これ湧くから。でこうして、よし、オッケー。で、水を
こっち側からまず流します。ポンでポンで、ここから拾ってポン拾ってポン拾ってポンと、で MK さんの計算が正しければそうここでギリギリ、一マスで止まるはずでございます。そしたら、ここ水を汲みまして、ここ今度は一マス掘ります。ポン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 と、はい、オッケー。で今度はこの下、まあ見えるところは全部木材にしたいので、一マス掘りまして、木をここに置いていきましょうと。でこっち側からこのバケツを置いていく、バケツを置いていくってか、水を流すんですけども、そうこのままだと、水がこっち側にも来ちゃいますよね。ということで登場するのがこちら、遮光ガラスでございます。そうですね、今回 MK さん待機場、まあ大体この辺りにしたいんですよ。そう、あのスケルトントラップからしっかりスケルトンが湧いてるのかを見たいんですよ今回。そう、今までの、スポナー式のトラップってあんまりこうスポナーが見えづらかったじゃないですか。でそれってなんでなのかと言いますと、スポナーって明るいと湧かないんですよ。そうで、ちょっと前から、敵の湧き判定が変わって、ちょっとでも明るかったら湧かなくなっちゃったんですよね。だから、スポナーが見えるところにあるイコール、待機所も暗くしないといけないというね、ルールがあったんですけど、今回はスポナーを見ながら、ちゃんと湧いてるのを見ながら待機できるように、こちら着色ガラスを使って、この手前は明るいけど、この奥は真っ暗と、そういうね、ゾーンを、作り出したいと思います。言ってることわかるかな？若干今 MK さん説明が下手だったような気もしなくもないですけど、伝わってると信じてやっちゃってもよろしいでしょうか。そしたらここ、はい、木材で埋めまして、よーし、じゃあ手前全部着色ガラス置いていきましょう。あ、もう一個手前もこれか、木材にしといた方がいいのか。じゃあここまで木材、上もだな。うわマジ、ちょっと待ってね。ここ積んで積んで、でほい、待って、またスライムの音してない？なんで？なんでここそんなスライム湧くの？やめて。今スライムトラップじゃないんだって。あ、でもさ、うまく使えばさ、これスライムトラップとスケルトントラップ近くに2つ作れんじゃね？あれ？いけるかもしんねえ。こっち側にスライムトラップ作ってさ、あーでも無理かな。どうなんだろう。ちょっとスライムトラップって実は MK さん作ったことないから詳しくないので、もしわかる方がいたら教えてください。これ届いてる？届いてないね。もうマジ？ここじゃ上ポンポンポンと置いていきましょう。スライム、でもな、スライムトラップってさ、何に使う？正直。あんまりあれじゃない？使い道なくない？まあスライムボール。でもスライムボール使うかな。別に MK さん前回500パートやったけど、スライムボール足りなって思ったことなかったけどな。どうなんでしょうか。経験値効率とかってもしかしてスライムの方が高い？いやでもスライムってどうなんだろう。ちょっともし分かる方がいたら教えてください。はい、ということで、よし、オッケー。ここまで木材にしたら、この手前に着色ガラスを置いていきましょう。まずじゃあ下から置きまして、でここまで置いたら水流して OK です。はい、ここ水を流して、こっち側に溢れ出てこないと。でこの一マス落ちてきたところ、ここに狼をね待機させる場所を作るので、一旦分かりやすく一つ二つと掘っておきまして、ちょっと暗いな。松明で、こちら、ちょっと明るめにしておきましょう。手前のところはね、一旦明るくしちゃっても、着色ガラスがあるんで大丈夫ですね。で、ここも掘って、掘って、掘って、全部木材に組み替えていくと。待って、これさ、狼を最終的に、待って、スケルトンが落ちて、上に上がれないようにするためには、最低でも2マス掘らないといけないので、ここまでか。ここまでは木材を置かないといけないと。で、ここに、狼の今度待機所が来るんで、この辺りも全部掘らなきゃなんだな。よし、じゃあちょっと手前も一旦全部掘っちゃいます。はい、オッケー、掘り終わりました。そしたら見えるところはこちら木材にしてしまいましょう。今回は木造をね、ポイントにしていますので、こちら全部置き換えて、で、スケルトンがここ落ちてきたら、ここまで着色ガラスだから、一個手前にあれか、ハーフブロックを置かないといけませんね。っていうか待てよ。これ違うな。ハーフブロック2個いるな。あーっと、
作業台作るか。ちょっともったいないけど、作業台をじゃあ作りまして、ポンと置いたらハーフブロックもうちょっとだけ作っていきましょう。で、ここに着色ガラスが来るから、ハーフブロックがここですね。そうすれば、狼は入れるけど、スケルトンは出てこれないはず。いや、ここ待てよ。でっかいブロックでいいんだっけ？これでも狼、いや、これだとね、あと、狼がね、スケルトンを発見できないと思う。だから、一旦これハーフブロックで試してみましょう。で、この上が今度着色ガラスになっていくので、一旦ここ、こうしちゃって、で上全部着色ガラスにしましょうか。その方がね、スケルトンがどうやって湧くのか分かりやすいと思います。よし、じゃあ、あ、でも松明は最後取ろっかな。そうだよね、松明先に取っちゃうとスケルトンが湧いて MK さんがこれ作業中にね、あの弓矢で撃たれて落下してしまう可能性があるので、一旦ちょっとこの着色ガラスを置いてから、松明を壊したいと思います。これ本当にさ、真っ暗になるんですよ。すごくない？てか結構最近のアイテムなんですよね。バージョン 1.16？ いや 1?7 だっけ、なんだったっけ、輝くイカスミじゃねえや、アメジストか、アメジストが出てきたのって、そう、これアメジストを使うやつなんですよね。うわ、これそっち届かねえな。一旦こうこう伸ばすしかないよね。で、壊す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 。で、この上最後ハーフブロックを置きます。これスケルトンが上にたまらないようにね。で、MK さんの出口そこなんで、そこまで一旦着色ガラス全部置いちゃうよ。ポン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 と、今これ松明1個だけの明るさで持ってる感じですね。そしたらここを壊しちゃっていくよ。ここ壊した瞬間にハーフブロックを置いて MK さんはそっから逃げます。ゴーで、はい、スケルトン湧いた。で、ここ、いててて、わかってるわかってる、着色ガラス置いていく。 OK、 これでほら、すごくない？スポナーが見えてて、こっち手前はね、松明とかで明るいけど、奥は真っ暗でスケルトンが湧くんですよ。で、ここに溜まると。で、これを MK さんが倒していく。まあ、これでもね、いいんですけど、今回はここのね、倒す仕組みまで狼に任せてしまいたいと思います。ほら、すごくない？見えるけど真っ暗っていう。これがね、ほら、着色ガラス様々なんですよ。ということで、じゃあ今度は、この手前に狼を配置していきましょう。じゃあまずはここ一マス下掘っちゃってもよろしいでしょうか。ちょっと待って。スルハシの耐久大丈夫か？かなり心配なんだけど。これ壊れたら最悪じゃない？だって耐久力3、シルクタッチ、効率5、修繕までついてんだよ。これ壊れたら泣いちゃうんだけど。うわ、あ、打ち始めてる。まあか、いいや、さっき、あ、これでさ、多少回復できないかな。あ、来た来た来た。ちょっと待って、ここに、ここに突っ立ってればさ、相打ちした経験値でさ、MK さん回復するぞ。頑張れ頑張れ。相打ち頑張れ。これで、あ、これ、下壊さないとダメか。ちょっと待ってよ。ここ壊せばさ、いや、出ては来ないよね。よし、これで、待て、倒して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 、で、経験値が来るときだけ持ち帰る。ほら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 。耐久力、ちょっとだけこれで回復する。ほら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 。よーし、じゃあ一旦これはここで、これでいいとして、下を掘って、頭皮の木材にね、置き換えたいと思います。そう。カシの木材と頭皮の木材、なんで2つ今回用意したのかと言いますと、トラップの部分はカシの木材で、で、待機場ね、頭皮の木材にしたいと思ったんですよ。その方がなんかメリハリがあって良くないですか？はい、ということで持ってるものを全部預けまして、結構いらないの多いな。で、頭皮の木材を今度は手持ちに入れていきましょう。この方がなんか落ち着いた雰囲気で MK さんは結構好きなんですよね。で、手前にこちらを置いていきますと、オッケー、ほら、結構さ、この頭皮と菓子の組み合わせ、 MK さん、あのお家作りとかでもやってますけど、いいよね、お気に入りなんですよ。結構木の組み合わせではね、この菓子と頭皮がいいんじゃないでしょうか。オッケー。そしたら今度はここに、お、あー、これ壁どうしようかな。一壁見せるか見せないか。見せなくてもいいな。よし、じゃあここ、今度は頭皮の木材をパーッと置いて壁を作ってしまいましょう。あ、でも一旦ここまででいいや。別にがっつりした待機所は次回作ればいいからな。そう、待機所もね、結構 MK さん工夫してやっていきたいと思ってるんで、一旦さ、ここまでにして、待って、ここが 1,2,3,4 マスあればいいから、あ、ここでいいや。ほい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 と、よし、 OK。 で、ちょっとこれ、あ、もうないの、嘘。じゃあさっき、あ、そっか、
あれか、ディープスレートをここに置いて、よしって、ここに今度は狼を持ってきたいと思いますが、なんであんたが湧くの？スライム湧きすぎだってさっきから。ほら、スライム倒しまして、狼をそこに置きたいと思います。で、狼は念のため、こちら、あ、でも柵もいらないか。座らせとけばいいから、大丈夫だな。よし、じゃああなたたち立って、こっち来てください。ほら、狼、こっちおいで。よし、オッケー。で、ここを壊せば、狼が勝手に倒して、で、かつ狼にダメージは入んないよね。そう。で、MKさんはここ、ツルハシ持ってれば、勝手に回復してくれるはず。ほら、君もだよ。君もこっちおいで。ほら、狼はダメージ受けないんだよ、これで。なんか、スケルトンの弓が、そう、ここに引っかかるんだよね。そこに、ターフブロックがあることによって。だから、狼が、その奥まで入り込まなければ、ダメージ受けないと。そういう仕組みになっております。ちょっと、君も手伝ってあげてよ。あそこ大変そうだよ、一人だと。だから、2匹連れてきたんですよ。ほら、手伝ってあげて。こっち。ほら、スケルトンいるよ。MK さんが一回叩かねえと、敵認識しないか。OK、来た。はい、で、ほら。経験値も溜まって、修繕のね、ツルハシのやつも来てますと、OK! で、待って、これさ、入り込んじゃってるけど大丈夫かな？あの狼、待って。なんかそこ微妙に止まってる。あ、でも大丈夫か？結局押されて落ちてくるか。ほら。やっぱそうだ。スケルトンの弓矢が、このハーフブロックに当たって、狼に当たらないんですよ、判定的に。オーケー。よし、これでとりあえず、経験値的な部分ではトラップ完成ですね。で、食らった今、君。ちょっと。うわ、これちょっと工夫しないといけないな。あのね、実はね、もうちょっとだけこれ今やるんですけど、君、一回こっちおいで、危ねえから。一回こっちおいで。よーし、オッケー。で、君たちちょっと一旦ここ座って、で、今ここに、このアイテムをね、回収する、ドロッパー系を今度はつけていきたいと思います。多分それをつければ、高さのあれで、ダメージ受けなくなるんじゃないかな？じゃあ一旦そこ塞いでおきまして、ここに、はい、こちら、ドロッパーとかを使う、ホッパーか。ホッパーとかを使って、なんだろう、回収装置を作っていきましょう。これチェスト1個でいいかな？まあ2個でもいいけど、とりあえず1個にしようかな。じゃあここに、ホッパーの前にあれか、チェストからか。チェストを、こう引っ張りたいから、最終的に、こう来て。あー、ここにしよっか。ここを掘って、で、ちょっと見える部分は木材にしたいので、こうして、ここにチェストをポンと置くと。うわー、もう一個チェストいるな。作っちゃおう。チェストポン。はい、作りまして、ほい。で、ここに向かってホッパーを伸ばしていくんですけども、これホッパー一個足りねえな。マジ？ホッパーってチェストと鉄でできるんだよね。鉄、もう、マジで、ちょっとホッパー1個無理やり作ります。はい、オッケー、無理やりホッパー1個作りました。こういう時、洞窟の中だとありがたいですよね。そしたら、このホッパーを、ここに繋いで、あー、1個掘るか。ここ掘って、ここに繋ぐと、オッケー。あー、MK さんどうやって出んの？MK さん出れないね、これじゃあね。掘って脱出するしかないんですけど。こうして、あーで今の戻さないといけない。これがこう来て、こう。ちょっと、あー違うね。ここが、カシになると。はい、オッケー。で、チェスト置いて、よし、これで繋がりました。で、この手前が狼が通る道になるので、こうやって塞いでおきましょう。そしたら、ちょっとでもこれ見栄え悪いな。あー、なんか、ここだけ茶色なの嫌じゃない？嫌だね。うわー、じゃあしょうがないか。ここ壊しちゃって、こう。でもこれをじゃあ手前に置きましょう。だから、壊して、ここも壊して、で、あー、また MK さんこれ出れないやつだ。何をやってんのよ、さっきから。チェストここでダブルにして、で、ホッパーで、あー、マジ？これも掘んないといけないの？ここを掘ってすいませんね、グダグダで。ここにホッパーを繋いでいくと。よし、オッケー。そうすれば、まあ、ちょっと通り道悪いけど、まあ、なんとか、狼は通ってくれるでしょう。で、ここを壊して、カシにすると。オッケー。で、これさ、MK さん分かった。ここでかいブロックにすればいいんじゃない？こうやって。そうすれば、
でも真下に打たれたら当たるかな。っていうか今からさ、そうこのハイカーペットのとこに経験値のねオーブが詰まらない、あのホッパーのとこに経験値のオーブが詰まらないようにカーペット置くんだけど、この状態でも君たち通れる？それが怪しいんだよな。でこれカーペット置いたことによってさ、ハーフでも当たんなくなんないかな。いやー微妙か。ちょっと解禁するよ。じゃあ行くよ。あ順番か。ちょっと待てよ。これ壊した瞬間に手前にハーフ置きます。はい、でハーフを置く。あ、もうやらかした。マジ。あ、ちょ、やらかしやらかした。待て、いけ、頑張れ。一旦ご了承、一旦ご了承して倒せ。オッケー。でハーフを置く。オッケー。はい、これでアイテム回収機構もできました。で狼をここに放っておけば、あとは勝手に MK さんがそこで待機してればスケルトンを倒してくれるはず。ほらこいつだ、行け。もうこれさ、結構さ狼手前に置かないといけないからさ、柵つけないとかな。はい、でここであとは待機してれば経験値も、はい、 MK さんに流れてきて、この中にアイテムが、あーほらほら来てる来てる。オッケーはい、これでとりあえず機構としては完成しました。あと狼の体力をどうにかして維持できるようにしないといけないな。前回どうしてたんだっけ。いや前回もね、多少は食らってたんだよ。なんか狼の数で食らわないうちにスケルトンを倒しちゃうっていう方法でご利用してただけで、実は前回もねこんなもんだったんだよな。はい、そこで倒してもらって、ほらほら、そうだね、ここは、あ、ほらなんか食らったっしょ今。できれば食らわないでほしいんだよな。食らわないでよ狼さん、狼さん食らわないで。あ、オッケー、食らってないね。あ、運だな。ちょっとこれアイデア募集しますとりあえず MK さん、今回の木造スケルトントラップとしてはこれにて完成でございます。まあ若干ね、この狼の場所取りが問題になってるんですけど、ちょっとここはコメント欄でね、あの皆さんのアドバイスいただきたいと思います。狼がダメージを受けないようにするためにはどうすればよろしいでしょうか。ぜひ知恵を貸してください。よし、ということで次回はここの待機所を完成させるのと、あとはここにネザーゲートを建ててお家からネザートロッコでつなぐ作業をやっていきたいと思います。全部次回で終わるかはちょっと微妙ですけど、まあ、頑張ってやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして引き続きよろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。めちゃくちゃ効率いいね。